マルティン・シュトック・ラサは、スイス・ザンクトガ練習出身の元リヒテンシュタイン代表サッカー選手。ポジションはセンターバック。弟のミハイルもリヒテンシュタイン代表のサッカー選手である。代表キャップ数は90を超え、マリオフリックに次ぐ、同国、第2位の出場数を誇る。1989年に、リヒテンシュタインのクラブ、ユスブ・エッシェン、マウレンのユースチームに加入。 1996年8月31日に行われたフランス W ハイ予選アイルランド代表戦で代表デビューした。その後、1997年に FC ハドゥーツでキャリアをスタートさせた。1998年、1999年と2年連続でリヒテンシュタインカップを獲得し、1997から98、 1999から00と二度リヒテンシュタイン年間最優秀選手に選ばれた。1999年夏にスイスのクラブ FC チューリヒへと移籍。2000から01シーズンは SC、クリエンスにレンタル移籍するも翌年には復帰した。2002年4月17日のルクセンブルク代表との親善試合においてリヒテンシュタイン代表史上唯一となる。 ハットトリックを達成した。2002年にシュトックラサがデビューした FC ファドゥーツへと戻り4年間プレーした。FC ファドゥーツではリヒテンシュタインカップを2003年から4連覇した。2006年にディナモドレスデンへと移籍。2年間プレーした後オーストリアブンデスリーガに所属する SV リートに加わった。2008から09シーズンには再び リヒテンシュタイン年間最優秀選手賞を獲得したクラブタイトル個人タイトルありがとうございます。